全部拾えた？その隕石は中国の小石でしょう。人にはそれぞれその人の生き方があるからね。よし君はどこで囲碁を覚えたの？僕の故郷、みんな囲碁を打ちます。小一の打ち方、僕の友達に似ています。Can you speak English? 明日僕が野菜運んで東京に出ます。赶紧带他到医院去，然后治他的伤。我也是这样劝他的，祥云说他现在不能去医院。あの子に言ってちょうだい。千葉には今でも五十嵐ってうちがあるからね。あなたは素晴らしい騎士です。我不是一个职业选手。囲碁なんてクソくらいな。自分の碁をしっかり打つんだよ。東京に来たばかり。